はドジャースに逆転を許して2連敗。ドジャース7-3レイズ、日時間24日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は23日、日時間24日、4度コロチでのレイズ戦で同点の9回に、劇的な満塁サヨナラ球を放ち、試合を決めた。場内は歓喜に包まれる中、敗れた、レイズベンチは走る大谷を眺めながら、沈黙。レイズベンチの静まり具合も良い味出してると注目するファンもいた。大谷は3-3で迎えた9回、2四満塁で打球速度 105.1 マイル、約 169.1 キロ、飛距離389フィート、約 118.6 メートル、角度35度の劇的弾をバックスクリーン右へ運んだ。日時台を通じても、自身初のサヨナラ塁打となった。一方のレイズはこれで2連敗。3点を先取したが、4回以降は打線が沈黙し、ひっくり返されてしまった。大谷の打球がスタンドインするも、レイズベンチの選手は表情を崩さず、ただただ歓喜のドジャースナインを見つめていた。球団公式 X、旧ツイッターは、塁打を放った大谷の映像を公開。一塁へ走る大谷の奥には沈黙のレイズベンチが映し出されており、レイズの選手、監督生きた心地がしなかったやろうなぁ、というか、レイズベンチのお顔と注目する声もあった。フルカウント編集部、